どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう。俺のサクサクセスシーズン7、視聴者様からのリクエストにお答えしていきたいと思います。ゲームスタート。今回のリクエストはですね、山菜さんからのリクエストですね。ありがとうございます。今回はまあ、名前は、自由という感じでございまして、俊足高打の外野手を作ってくださいということで、弾道守備は捨てていいですよということなんでね、ありがとうございます。頑張っていきましょう。こういうリクエストもね、どんどん、送ってください。頑張りますので。とりあえずじゃあ、俺作と、ラリルレ。俺作、どうしようかな。とりあえず、高打の高、あ、違う、全然違う、感じが。こうだ。たじゃなくてだだな。間違えた。出るよね。出た。よっしゃ。うん。こうだ外野手。結構今回はな、長、どれぐらい文字、これぐらい打ったらさすがに長くなるのかな。うん。いや、のの字が早いか、の。うん。外の手みたいな。あれないよな。あれあー、ただびっくりした。で、それで手。うん。うん。俺作、高田外野手。こうやって、あ、うわ、ギリギリ、文字が。なんか真ん中の方とか別の漢字に見えなくなるよね。なんか、こうやってなんか、じーっと同じ文字を見てると、なんか、例えば、あって、あの字をたくさん見てると、なんか途中からこれ本当にあって文字で合ってるのかなみたいな。そうやってなってくるのを、ゲシュタルト崩壊って言うんだね。最近知りました。はい、右投げ左打ちのイメージなんでね。外野手の、ストップ。83。チーム、どうしようかな ?9、チーム、じゃあ、オリックス行きましょう。オリックスの、俊足、コーダ。じゃあ、ということは、まあ、ミートと総力。この2枚で行ってみたいと思います。ゴー!これでどれぐらいの選手ができるかだよね。あとは、初期状態にもよるんですけどね。まあ、いいカードが、いい選手が来てくれればいいと思うんですけど。さあ、やっていきましょう。ステージ1。でも割と弾道が1っていうこと以外はいいですね。総力がちょっと低いのは気になりますが、まあ頑張っていきましょう。でもなんだろう、リクエストじゃないと意外と気は楽ですよ。やっぱりこう、自分の思った、思、なんか、自分の想像の選手ですから、いわばなんかこう、生かすも殺すも、まあいい意味でも悪い意味でも自分ですからね。これミスった今のプレイはミスった。まあいいや。そう、だから、気は楽ですよ、だいぶ。行きましょう、ステージ2。まあ、全然ね、そういう再現リクエストでも、まあ、僕の動画でね、うまい再現ができたっていうことがあんまあるわけじゃないですけども、でもね、そういうリクエストも全然お待ちしておりますし、それはまあ、臨機応変にやっていきますので、全然お気になさらずって感じなんですけど、無地パネル。シャッフル。青マスがっつり踏みましょうか、ここで。じゃあ、回復マス。やる気を絶好調にすんのも大事と。なんか回復量が低いな。うっざー、ミート強化ダウン。これは残念。ダウンってか、ロスト。おっとー、これ緊急事態発生。マップを間違えた。何やってんだ、俺。あー、ダメだ。いくらこう、なんかこう、自分が気が楽だとはいえどさ、これはダメだよね。だからって気を抜いていいというわけではないんですから。これは失礼いたしました。こっち行こうかな。で、家で、体力もないんで先に回復をしちゃいましょう。10、やったね。で、はい、宝箱踏むよー。肩調子ね、いいじゃん。総力欲しかったな。はい。何?肩強化。肩が焼けって上がるな。なんでしょうね、これ。パワーアップの固め打ち。で、弾道欲しいな。弾道1はちょっとまずいんで。ほい。よーあかん。これはあかんだ。あかんだ。あー、ダウン。死んでいいわけじゃねえんだよな。何やってんだろう。何やってんだろう、シンプルに。ちょっと試しにカードなしでやってみましょう。ほい。うん。もしかしたら、野生の天才が、天才来るわけねえよな。あー、しかもちょっと引き側。いきなりこれ、なんか回復マスあんまよろしくないっていうか、むしろ悪いぐらいの気持ちで。守備超人伝。守備捨てていいって言ってんのに。あー、難しい。じゃあここは、はい。はてな。青マスぐらいになってほしかったけど、まあ、なんかやったら、守備が伸びるな。あー、ガンダー、いや、捨ておけ。はい。で、こっち取って、で、会えた、結局。よし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 。総力強化。ああ、いいよいいよ。俊足コーダ、俊足は欲しいですからね。まあ、多分補給も捨てていいんだろうなと思いますね、今回は。だから、頑張りましょう。とりあえず。あ、イカリ君、弟に会いたいね。はい。スム君、ミートアップ。いいじゃん。で、ハテナ。よっしゃ、これで余計なことは、しちゃった。
しちゃった、余計なことしなくていいと思ったのに、なんでしちゃったんだろうな。いやー悪い癖ですよね。物欲センサー丸出し。てか物欲センサーが勝手に起動しちゃうんでしょうね、こういうのってね。ゴール、なんだろう、やっぱカードなしの方がいい選手できる気がする。なんてね。はい、行きましょう、ステージ3。さてさて、どうしようかな。じゃあここはハテナ絶好調にしましょう。はい、シャッフル。ほんでもって、あ、いいね。青が固まってきた。で、宝箱。ミートアップ、いいじゃん。こうだの部分が合ってきましたね。で、はい、犬。ヒーリング、使いやすい。肩強化。あれ、なんだなんだなんだ。ヒーリング動け。動かなーいつ。神竜。あれ、カードいいぞ、今回。よく恵まれる。うん。別になんかこう、今回、なんだろう、こう、カードをたくさんカードじゃ、マップじゃない、ま、カードたくさんもらえるマップじゃないんですけどね。ヒーリング全然動かねえ。今回だからヒーリングがっつり使うようにちょっとしてるんですけど、動かないもんだなぁ。バン止まる。はい。あれ本当にヒーリング動かねえぞ。あ、よかった。ようやく動いた。と、遅いわ。よしよしよし、ここに来て動き始めた。助かったよ。ステージ3ゴール。さあ行きましょう。ステージ4。なんだかんだカードなしの方がいい選手できる予感がする。とりあえずじゃあ、はい、こっち。よー、ノリノリへ。で、ノリノリの状態で宝箱。野球帳、偉人伝か、何効果が、あ、いいね。能力恵まれてるじゃないですか。ほい、ほいと。補給、あ、やっぱ2段、結構4とか一気に上がるんだね、ノリノリの状態で踏むと。ほい。あー、これは帰る。これは無理だ。ゴールします。悪いこと起きちゃったよ。まあ、それいいことばっか続かねえよな。行きます。ステージ5。さあ、行きましょう。どうしようかな。まずは無難にこっちかな。弾道も上げたいとね。おい、川端選手、ヘッドスラー。ヘッドスライディングいいですね。で、宝、あ、こっち、ちょっと、うん。野球マン先に来るか。野球マン3号。で、割と、なんでしょう。野手の時に3号は助かるね。よかったよかった。1は?あ、近い、近い、めっちゃ近い。やった。ありがとう。総力上げてくれ。守備が上がった。どうしようかな。ちょっとこっち行きましょう、ぐるっと。あー。いや、カレンさん、あ、カレンさんいける。よし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 。いいぞ、カレンさん。やった。小屋の選手、ミートアップで。はい。宝箱。で、はい、よっしゃ、追い込んだ。今回いいぞ、やっぱり。カードなしの方が僕は伸び伸びとできるんだ。という、ちょっとね。ちょっと逃れ文句を現在言っておりますが。ヒーリングが動かねえな、にしても。あ、やべ。あー、なくなった。ほい。おー、様々に輝く、結果的にね。じゃあ、ちょっと、弾道は欲しいので。よーし、いいぞ、ヒーリング。こういう一歩で動いてくれると非常に助かる。肩アップ。これはこれでいい選手になってきたな。ちょっとずつだけど、ステージ5だよね。カードは特になしと。ヒーリングと神竜があるけど、まあ、いや、カレンさんもうまくいったし、ここはゴール近くでそれなりにいい能力を得ていきましょう。ちょっとずつですけど。ミートアップのシャッフル。よーし、ちょっとずつこれでいこう。ダウンはまあやむを得ずで回復。よーし、いいぞ。これでさらに広く。で、下行って、いいえで、さらに回復して、で、これで、はい、シャッフル。もう青ないんじゃねえかな、もしかしたらだけど。あ、あったわ、エラー回避。で、選手に会いたい。選手に会う、選手に会う。下がってくれるな。総力強化。よし、これで会える。よーかったー。伏見選手、総力 C。あ、総類、早急 C か。どうしようかな。瞬速かって言うと微妙なラインだよね。どうしようかな、これ。でももうないですもんね、できることと言ったら。これでもうゴールですからね。じゃあゴールしましょう。はい、オッケー。瞬速はちょっと活かしきれてないけど、まあ、高打の部分は一応できたんじゃないかなっていう気しますね。一応アップロードしておこう。で、なんかちょっとこう、うーんっていう、なんか僕個人が気になって、なんかやっぱやり直したいなってなったら、後で、リトライしますので。でも特殊能力恵まれてるよね。ミーと A の広角打法、バントマルチャンスメーカー、スラはまあなんとしてもなんとも言えないけど、使いやすさはあるかもしれないですね。というわけでアップロードします。番号こちらになりますので、ダウンロードよろしくお願いいたします。それでは明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。またね。OK、ゼロいいね。で、こっち、よいしょ。来い。あ、近い。ああ、よかった、地雷。あ、いいね。近くの場所に地雷があるって。よいしょ、ほい。ゼロいいね。で、よっ。ああ、怖い。多分ここだと思うんだよね。多分ね、ここにあると思うんですよ。俺的には。だから、こっちならどうだ?うわぁ !2 か怖っ!でもここならよいしょ。あ、1か。わかんねえ。ここ大丈夫か?せいや!あー!